今日も一日、お疲れ様。どうも、チコです。安井です。ジョンです。ソダです。今日の企画は、元カノとの思い出を紹本日僕の企画でございます。はいはいはい、ちょっと昔の動画になるんですけれども、はい、僕らが警察の格好してね家に行く動画あったじゃないですか。はい、ありました、ありました。元カノとの思い出の人はめっちゃ持ってたんですよ、安行が。確かに確かに、か未練たらたらでしたよ。未練たらたらでしたよね。怨念おぞましかったです。未来を向いてほしいな、安行含め、うん、僕ら全員に思ったんですよね。なので元カノとの私物を持ってきてもらいました。はいはいはい、物に込めたストーリーきっとあると思うんです、前後でね。はい、そのストーリー話していただいて、そのストーリーになんかグッときたものがあれば買っていただいて、その品をもらいますって。成仏させようぜ。成仏させようかと。そうです、そうです、そうです。その企画でございます。嫁がいるこいつはもう当然、そう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 。てか持ってるんですか2人。一応ありましたよ。ありました。いいものなんでね、僕のやつは結構。あ、物が良かったです。え、使ってるってこと。今で、今で使ってますよ。どうだ。お前もう二度とみーちゃん触ったから。なんだよね。成仏するまで触っちゃいかん。取れよ。元カノの私物使っててもいいのかなっていうのだと。ということでやっていきまっしょ。気づいちゃった。最初の元カノのものはこいつです。どうもー。僕の持ってる商品こちらでございます。おーおー、ぽいなー。初めて実物見たって感じするな。エピソードが出てきてたやつ。いくら？これいくらなんすかね。これがですね、僕と彼女が最後の日に撮ったものなんですよ。あ、結構重いな。重いなぁ。今日撮影で UFO キャッチャー撮る練習じゃんとか言ってたし。僕ってミニマリストじゃないですか。そうですね。はいはい、だから大きいものを取る意味あんま分かんないんですよ。はいはいはい。じゃあちっちゃいものやったらいいでしょっていう感じになって、ちっちゃいものをね、こう彼女が集め出したって。人形大好きなんで、はい、まあまあええかと思って、ちっちゃいもの取った時に彼女が「これで私はミニマリストだね」って言うんですよ。おお、でそれそういう意味ちゃうからって。ミニマリストってそういう意味じゃない、ミニマルのものを集めてる意味ちゃうからなみたいな、そういうイチャイチャをやってたんですよね。はい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 。忘れさせた方がいい。あれ忘れさせた方がいい。みたいなことがありつつ、まあ僕がね、まあ、UFO キャッチャーの取り方とかを、ね、調べて覚えてきたんで、その時に2個取れちゃったんですよね。じゃあ1個持っといてよって言われて、絶対つけてね、つけてねって言われて、いやつけたら怖いけどなって言って、まだ持ってます。えおい、これはもうあかんあかんあかん、もう守らないと。誰がなんかやつれてんねん。あかんと。誰がやつれてんねん。調子悪いもんな。誰がやつれてんねん。ちょっとなんか運気傾いてますよ。傾いてる傾いてる。昼飯なんか弥生時代みたいな昼飯食ってたよ。内臓メルセル。今日も裸足やしな。そうだね。靴下が洗濯の噛み合いなくて噛み合えなかったんですよ。ほらほら、そういうことらしくない、らしくないね。崩れてるやん、バランス。これは持っといてねって言われて、ずっとその部屋の片隅に置いてるんですよ。普段見てるわけでもないですけど、なんか捨てるのもなっていうんで、引き出しの奥にしまってあるっていう。いくらからですか？いくらだけに。うまいねー。らしくねーな。らしいね。今のギャグはらしい。これはもう皆さんで決めてください、このオークション。あ、いくらからとかもやめましょう。200円じゃないですか。一旦そこから始めようよ。まあでもね、500円。いくら780円で。なんで780円。ちょっといいいくら、それぐらいで。聞いていいですか。いいです。それどこにしまってるんですか。これは服とか入ってる衣装のあるじゃないですか、の一番下の段にどこに置いたらいいかわからないものゾーンがあるんですよ。そこに置いてます、これいつも。あれどこに置いたっけっていうのガサッとやったら目に触れることもあるってことですか。そういうことです。食べない1500円。ダメ。まあ確かに不意の思い出フラッシュバック危ないから。どこのゲームセンター撮ったんですか。これ秋葉原です。秋葉原にしかない飯屋があって、多分その代わりだと思います。まあフラット立ち寄って。わかりました。わかりました。わかりました。今までで、まあ、比べるもんじゃないかもしれないですけど、何番目に好きな彼女なんですか。1番です。2000円。これ重いな。ガガ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 。逆に俺買い取るの怖くなってきた。ちょっと重すぎて。思ったより一発目じゃなかった。思ったより重たいものが出てきました。監督はまだちょっとその方を引きずってるんですか。はい。3000円。おお、それに3000円ついた。それならな。それはやっぱり俺が引き取らなあかん。確かにな。引きずりといえば俺やから。何年引きずってるんですか。半年ぐらいですか。そうでしょ。5000円。おお、いいぞお前。
ちょうど同じ時期ぐらいに出演してるしな。確かに確かに。ちなみに、はい、その彼女と結婚を考えてました。考えました。きついな。お前帰れよお前。さっきからお前何してるんだっけ。それは辛い。お前めっちゃ貸してるやん。さっきからお前払えやん。寄り添うだけで金払うよ。みーちゃんちらついてるんであれ買って帰ったら遊んでまうからそんなあかんすよ。ジャキーを与えられてる。ジャキーって言うな。その思い出ジャキーって言うな。ジャキーだよな。あれジャキーやろ。ジャキーでもこれさ、ジャキーって言わしといていいんかなって思うな。監督にその人のことを本当に好きだった気持ちは嘘じゃないし、そうやな、確かに。それがうまくいかなかったからってジャキーって捉えてほしくないから、俺はそれを高い価値があるもんだって思ってほしい。いい思い出だったんだって。そう、お前コメントだけすんのかどんどん6000円やん。仕組みやれやん。いいことだけ言ってサンプされてみたいな。オークション業者の人やないかも。まだ一発目なんで、もう5000円くらいしていきましょうか。はい、あれ5000円なんか結構ということで、以上世界監督でした。ありがとうございました。続いての元カノプレゼンターはジョンです。はい。だって2軒引っ越したわけでしょ。はい、うん、あるわけないけど。ずっと持っていてるってこと。いや、紛れ込みましたね。はい。ジャキがジャキがこの前、妻と実家に帰った時に、うん、本持ち帰ろうって言って、はいはい、おーおーバババって、段ボール入れた中に紛れ込みました、勝手にうわ、勝手にうわ、勝手にジャキ、ジャキで、ジャキ、これ、これ持って帰っていないはず。みんなに払ってほしいです。セイントお兄さん、イエスとブッダのいらねえ秘密って。いらんなそれ。これです。これ何これ。どういう思い出、どういう思い出。本、お互い好きな当時の彼女で、うん、よくサブカルな本を探しにとか、まあ、古着屋とかいろいろ巡ってたんですけど、その時にお互いセイントの人が好きだし、これちょっと買ってみようかって感じで、よく元カノの家でゴロゴロベッドの上で一緒に読んでた本ですね。1円ブックオフでそんなもんやな。まあまあそんなもんじゃん。ただこれ歴史ありますよ。ストーリーも知りたいから。ストーリーを、うちにね、元カノのものがなさすぎて、はいはい、妻と一緒に探しました。何してんの。これすまん、1円もなかったいやそうやな。ちょっとまあちょっとほんまにそれを通してちょっと妻と仲良くなってるし、あと演者としてどうなのっていう感じでしちゃったし。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。なんかないの、その、せいお兄さん呼んでこういう話したなとか。賛美歌ってことですか、皆さん。はい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 、はい、僕、キリスト教の保育園でした。はいはい、教会ございました、その施設内に。シュワキマセリって歌、知りませんか。なんか聞いたこと。なんとなく知ってますよ。何語か知ってますか。うん、スワヒリ語。ギリシャ。日本語です。意味わかりますか。神よ、来てるよってことじゃない。正解です。っていうのが書かれてます。やばい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 。カットやん。全部カットやん。向こうに買ってもらったとかじゃないの。まあ俺買うよみたいな感じです。じゃあもらったわけでもないってことですか。うん、まあそうなりますね。じゃあもうジョンのものやん。それやったらね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。我が家に元カノとのものなんて全部してんだから。腕遅い。続いての元カノプレゼンターはソーダロです。お願いします。僕が今回持ってきたものはこちらです。でかー。でかー。それそうなんや。それそうなんや。いつも使ってるやん。お前元カノしょってんだってます。おいしょってきてんのお前。おい、僕はもう365日元カノしょってます。これはもうわかんない。だってチャック3つついてんのここね。あでここにもポケットついてて、中も1個じゃなくて内ポッケがあるの。あでちょっとオレンジ入ってる。わポーターみたいなね。なぜこれを彼女が僕に買ってくれたかというと、僕当時からまあ毎日パソコン持ち歩いてたんですよ。はいはい、はい、忙しいからね。でいろいろ物も入れるんやけど、ごちゃごちゃするからポケットは多い方がいいな、うん、とか言ってて、結構黒っぽい服もよく着てるよねっていう風な中で、でもちょっとあんたはおしゃれに心がないから、うん、中にちょっとオレンジの差し色あってええやんと思ったから買ったんということで、すっごい僕のことを考え尽くして買ってくれたリュックなんですよ。あかんなー。抱きしめてます。
なあ、もう話したくないもんね。話したくないから。もうよっぽど吸われてる。すごいよ。でね、これをもらったタイミングっていうのがありまして、はい、僕がその彼女と付き合って別れた時期っていうのが、はい、11月ぐらいだったんです。はい、あと1ヶ月でクリスマスだな。なるほど。お互い誕生日12月だったんですよ。はい、だから、まあ、お互い誕生日もクリスマスもあるから、最後それぞれお互い欲しいもんだけ送り合って別れようかっていう。別れた後にそれぞれプレゼント交換をして笑顔でありがとうございましたって言って別れた彼女にもらったリュックです、こちら。なるほどなるほど。え、そんなことあんの？いや、だって便利っすよ、このこれ。別にね、大体カバンはあるよな。そうそう、これじゃなくてもカバンとしてはありますよ。どうせやったらちゃんとストーリー詰まったもん使いたくないの。ほら背中から入ってきてる元カノ。毎日毎日ちょっとずつ進捗してる、これ進捗。いや、これはもう救おう、ほんまに救おう。しゃあない、これ救わな。5000。おぉ、カバンやからな。カバンやからな。それぐらいの価値あるよ、そもそも。ストーリーが重い。こっちもそれで出さなら立ち向かえんかもしれん。まだあかんか、これ。え、これどうですか。だからもう、持ってかれたがってるやん。取り付けてますよ。元カノってもともと好きになった人でしょ。それと別れたという関係性が変わっただけで、特別素敵だった人が素敵じゃない、その怨念みたいなタイプに変わるっていうことが理解できないわけです。救ったってくださいって。監督。いや、ほんまに、5500円。こんだけ言うてんのにまだね、気が早いって。ゆっくり行こや。その彼女との思い出もう一個話しましょうか。どんな子やったん。出会いから話しましょうか。まあそうですね。僕その子の出会いはドラマにしてます。え、僕がナンパして、あら、店の中でお互い名字が同じでみたいな。あら、あのドラマは僕がこの彼女との出会いで、もし付き合えなくて先に一線踏み越えてたらこうなっちゃった可能性もあるよねというアナザーストーリーをドラマにしたものです。アナザーストーリーまで描いてる。あのドラマ邪気なんや。じゃあいいっすか、いいっすか。8000円いきます、僕。おお、なんか自分で上げた。まあまた、これはいいストーリー。9000。おお、チームで払ってこよう。チャンネルのためにも経費で落とす。経費で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 落とさないかんところ。9000もあったら私ばっか買えますから。じゃあ9000円でいいですか。大丈夫です。他エクス大丈夫ですね。じゃあ1万円。あ、そういう手もあるのか。乗っ取られてるんだって心を。そうそう、俺はこれを危惧してて。そうやんな。あいつやっぱ持って帰りたがってるから。ずっと抱きしめてくから。今日あいつあれで来てるからな。早く止まったらな、シンプルに。帰れ、帰る姿もマジリアル男になります。まさか思って。いや、ビニール袋とかあるから、この家には。ビニール袋好きやからな。そうそうそう。あ、確かにな。俺、明日からパソコンビニール袋じゃなかった。いやいや、だからやっぱ男としてです。まあまあ、じゃあじゃあ、まあこれはだから1万円っていう。あ、ガン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 。いや、早く早く払えって。わかりました。11000。おっしゃ、置いてください。危なかった。いったな、置いてください。あなたの1000円入れるんで。はい、やめてください。実際愛着はあるんですか。便利とかじゃなくて。めちゃくちゃある。それは思い出が乗ってるから。思い出が乗ってるからっていうか、2、3年の付き合いやし。もう付き合ってた人より長いね。じゃあそう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 。だからもう元カノより長いよ。なんかお守りみたいのついてんの。あれも怖いよな、またな。あの守りが怖い。あれ取れた時とんでもないことだよ。今日は取れたにも大丈夫。バンとか取れませんか。1万2000円ね、今。はい、私。まあまあ、ほんなら1万2000円ってことでいい。おー、ごめんなさい。だって2万とか言っても2万1000円って言うでしょ、あいつは絶対。僕は元カノにもらったものだから処分しないといけないっていうのが本当に本当に素直によくわからない。だから僕はこのリュックとともにこれからも生きていきます。ありがとうございました。もう趣旨を無視してます。そもそも。じゃあそのカバン持ってくんな。別のもの持ってくる予定やったのに持ってこなかったからリュック出すしかなくて。まあまあこれはもうしょうがない。しょうがないね。これはもうちょっとしょうがないです。元カノ1万2000円です。ありがとうございました。はい、それでは続いてのプレゼンテーターはシュクロです。僕の思い出しな。ちょっと待って、嘘やろ。こちらです。そう、これよく見るんだよ。よく見るんだよ。待って、バカ使ってるぐらい。それこのコップ元カノにもらいました。衝撃やわ。知らんかった。衝撃やわ。
こちらね、沖縄で一緒に、はい、帰ってもらった、はい、このコップなんで買ってくれたかっていう、はい、あ確かなんですけど、祝賀師がね、もう1万人にも満たないぐらいの時に付き合ってた女の子なんですけど、はいはい、あの時僕たち YouTube ライブしてたじゃないですか。そこで俺結構ペットボトルでこうお茶とか飲んでないけど、はい、ペットボトルで飲むよりグラスで飲んだ方がかっこええでみたいな、はいはい、感じで、だから買ったるわみたいな。なるほどなるほど、入れるのも嬉しかったかな。まあまあちゃんと飲んでるやんとか言うと LINE 来てましたよ。うわっ、素敵な話。はい、僕は邪気払った上でこれ使ってるんで、ただのものとしてしか今見てないですよ。ほな、おえんちゃん、まあまあええか、割ってもろて割って割って割って今。いやいや、でも欲しい方もしいらっしゃいましたら、うん、別にあの売りますよ。それは普通の、いや普通の、普通のオークションじゃん。売りますよ。売りま、売りまです。それはこのくもみ持ちやすいですよ。前が数年にわたって口つけたグラスいらんけど、ものとしてな。そうやったらな、うん、花瓶にもできます。昨日ぐらいなんかうち花瓶ないねとか言ってた。いやいや、そんな一輪ぐらいのレベル。ああ、そういうことか。かわいいですよ、このポンといて。でも琉球ガラスで透明ってあんまり見たことないですよ。あ、赤とかなんです。びっくりした。村岡の写真だよね。赤か青が多いね。青とかね、入ってます、これ透明。いや見たわかるわ、ダメじゃん。だから、あの、値打ちついてますよと。いや、そうですね。ストーリー聞きたいんですよ。元カノとのね、なんか沖縄で付き合ったんですけど、だから1ヶ月に1回ぐらい足げく通う。あー、通うの好きやな。確かに通う恋愛ばっかしてます。遠いからこそやっぱちょっと愛が強くなるみたいな。1ヶ月会えない時はこれで水飲んで元カノとの愛を確かめ合う。確かめ合ってへんやん。お前が思い出してるだけ。いや、僕が片思いっていうか。付き合ってたやろ。まあでもたまにやっぱ思い出すんですね、見たら。いや、やっぱ思い出します。じゃあ払ってあげた方がいいですね。払った方がいいですね。そうですね。じゃあ僕は500円。あ、じゃあ600円。じゃあまあ、うん、700円。じゃあまあ800円。薄いな、積み上がり方が。ちょっと今のところこのグラスやったらこれぐらいかなって。いや、そうやな、払ってください。オプションがないんですよ、あの物語の。琉球ガラスの花瓶ですって言われて中古やったもん。そんなもんかっていう。当時の付き合ってた時のエピソードとか、こうやって別れてしまったんですとか、名残惜しいとか。1ヶ月しか付き合ってないんですよね。だからコナーちょうどいっちゃいます。ほんまに一人だけ振り増しにしてるからね。その子のどこが好きやったんよ。いろんな過去背負ってました。それこそ、はいはい、風俗で働いてたりとか、はいはいはい、そういういろんななんか、俺じゃなきゃ受け止められないかなみたいな。そうです。ほんで付き合ったら受け止めれなかった。で朝起きたら俺についてきたらええねんって言って1ヶ月振られたんですか。そうです。あの人ですよね。朝起きたら振られたんですか。振ったんですか。振られた。振られてんかい。出てきてないな。バイズに足しげくねって言ったけど。すごいや。旅行です。バカンス。お土産の品を振りまで売ってます。付き合った時も多分バカンスやろ。で次行った時は終わりやけど、これもバカンスやろ。ほんでいろいろ手を出て今薄すぎるって。いいよな。それは出てこうへんわ、ストーリーが全然。800円な、もうこれはもういいすか。800円。はい、調査800円。ありがとうございます。監督だけやんけ、ちゃんと本命乗ってた。待ってください、今安いきますから。そうかそうか、こっちが本命ですから。こいつのための企画ですから。元カノモンスターだからね。そうよ。童貞調子。最後の元カノプレゼンターは安井です。きっかけはなければ手放すことなんてない。それが元カノとの思い出の。あー、慣れとる。うわ、慣れてるな。はい、こちらです。あったな。僕ピオのぬいぐるみです。思い出なんですけど、はいはい、僕東京に出てきて初めて付き合った彼女と。おお。1個上の彼女です。はい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 。年上に初めて恋しました。おお。向こうは結構恋愛トラウマというか男性不信みたいな感じでずっと警戒されてて、半年ぐらいでもずっと覚え続けていて、やっと付き合ってくれた。はあ。本当に何もせず、はい、もうつながった。おお。感じで6ヶ月ぐらいずっとデートして、あ、すげえ。やっと付き合えて。吉祥寺に当時彼女が住んでたので、うん、よく吉祥寺でご飯食べたりしてたんですけど、ゲーセン好きだったんで、その時に撮ってくれたぬいぐるみ。向こう撮ってくれたんやろ。はぁ。で、なんでこいつかっていうと、別に俺モフピは全然知らなかったんですけど、うん、モフ
ピオスタンプがあるんですよ。はい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 。危ないな。これ危ないな。うん。これ危ない。ピオラインスタンプをめちゃめちゃ彼女が使って。うわー。ドピオやんみたいな感じになって、ドピオ可愛いって俺も思ってたって言ったら、じゃあ撮ろうか言って撮ってたんです。お前見た思い出せ。お前辛くないんかな家にいて。スタンプも。言うならちゃんと言ってくれ。最後まで言い切れ。スタンプって買わないじゃないですか。買わない買わない買わないです。LINE スタンプを開くたびに、うん、歴代の元カノがよく使ってたスタンプめっちゃあるんですよ。おいお前買うってこと？俺買うね。おーいお前何してんのお前。ほんまにだから目標スタンプももちろん入ってます。4000円。いやもうね、まあ、それぐらい価値あるストーリーやったな。しかも、うん、僕とシクロは言っても便利だから使ってるわけですよ。そうですよね。思い出でまあなんか、うん、はい、変なりましたけど、はい、いらないわけじゃない。そうやな、こんなんで絶対いらない。便利だから使ってるわけじゃなくて、ただただ思い出の品を捨てれてないだけなんです。そうやな。本当に救いの手が欲しいタイプの人やな、ね、これが。これは本当に今回これをきっかけに皆さんの手に渡っていただければ。そのなんかタグみたいなやつを切らん理由は何なんそうな。あ、これは普通に、あの、気づきました。ゴミも捨てれないタイプやな。あいつ見れてないかも。あれあれあれあんまり。いや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 、やっぱでも思い出しはします。確かに今考えるとちょっとなんか捨てるには引っかかるものがあるなっていうのはあります。ああこれはいいですよ。いいですか。6000。おお、行きましたね。これちょっと危ないです。これ危ないよな。誰か救うのほんまにヤバい。監督のやつとちょっと種類は一緒っすもんね。そうね。ズルズルいくで、このパターン。交換しようや。おもしがっていくらと。あれ結果がありますよ。なんでもボックス埋まりますよ、多分。やっと付き合えた彼女やったなって感じでしたね。そのね、やめろ。7000。そやな、やっととか言うなよ。お前やめろや。お前は金出せよ。そやな。ああ言うだけ言ってくれ。口ばっかり回した。9000。おお、これパスくれたけど。あと決めろや。9500。何を思い出すんですか、彼女との。キーだったなっていう。わ、よくない。どういうところが。どういうところ。なんでしょうね。説明できんのほんまの好きやんけ。そうなんや。そうなんや、こいつ分かってんねや。まあ、今でもたまにあります。え、何してんの。いやいや、それは別に。この間、結婚するんやったら、あんたが良かったなみたいなことがありました。行け、シクロ行け、決めろ。1600円。1万やろ。全然キリよく。お前、結婚するんやったら良かったわ。プラス100円じゃないやろ。行けよ、うちは。みーちゃんと遊ばしたらいいんじゃん。あ、それは確か遊んでくれそうやわ。スミット暮らしみたいな。しゃしゃしゃ。クロー9600円です。ありがとうございます。アイキャッチです。はい、ということで元カノオークションでございました。はい、元カノのものを多分ね、結婚してる2人は多分ないと思うんですけど、はい、そうたら俺やすきはもしかして出てくるのかもしれないけど、また好評だったら第2回あるかもしれないです。ガチでなんか引きずってたの監督だけじゃないですか。ミニマリストだから、それぐらい捨てちゃうんです、ほぼ。やりたかったんだよ。違う違う、安いぐらい食べて持ってきてるから、そもそもこの企画って。俺引きずってはないからさ。とか言ってさ、また似たようなの出てたんだよ。どうぞ、いっぱい持ってる人の方が逆に怖くなって。そうそうそう、ミニマリストなのに、あれ捨ててない方が怖いですからね。もしや卵出てくるかもしれないです。次は曲のね。はい、ということでまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで、今日も一日お疲れ様。